本日は加藤委員及び室月委員がご欠席で、16名の委員がご出席の予定となっております。富田委員が所要により若干遅れて出席になるとのご連絡をいただいております。また甲状腺評価部会の鈴木源部会長にもご出席いただいております。以上ご報告を申し上げます。次に県の今年度の新任職員をご紹介いたします。保健福祉部長の戸田光明です。この4月に保健福祉部長に就任いたしました戸田光明と申します。どうぞよろしくお願いいたします。検討委員会委員の皆様におかれましては、これまで本県の県民健康調査におけるさまざまな論点について常に貴重なご助言ご意見をいただき誠にありがとうございます。震災から8年が経過する中、本県の現状に目を向けますと、いよいよ4月10日には大熊町でも避難指示区域が一部解除されるなど、着実に復興に向けて歩んでいる一方、生活環境の変化に伴い放射線による健康影響などについての捉え方も多様化複雑化しております。そのような中、県といたしましては県民一人一人の健康に対する不安に寄り添い、心身の健康の向上に寄与するため、県民健康調査が果たす役割は重要であると考えております。県にとって県民の健康は最重要課題の一つであり、先日知事を会長とし、官民連携により県民の健康寿命の延伸を目指す健康長寿福島会議を発足するなど、県民の健康に向け本県一体となって取り組んでいるところです。県民健康調査はそのための大きな取り組みの一つであり、委員の皆様方には専門的見地から広くご助言等をいただきますようお願い申し上げ、会議冒頭のご挨拶といたします。本日はよろしくお願いします。続きまして、県民健康調査を担当しています県民健康調査課長の菅野達也です。本県の健康づくりを担当しております健康づくり推進課長の渡辺重和です。地域医療提供体制の整備等を担当しております地域医療課長の三浦千佳氏です。それでは星社長よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。星でございます。本日もお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。4月1日で県庁の方も随分異動があったようで、年号も変わるということで、新たな年号も発表されたところでありまして、私どもも新たな時代に向けて、進めてまいりたいと思いますので、皆様のご協力をお願いしたいと思います。それではまず議事録署名人のご指名でございますが、要項に従いまして私の方から指名させていただきます鳴海委員と堀川委員にお願いいたします。よろしくお願いします。それでは議事に入らせていただきます。議事はまずは民産区に関する調査について、から始めます。事務局の説明をお願いします。はい、民産区調査 室の藤森から報告させていただきます。本日は平成29年度の民産区に関する調査結果と、それから平成25年度の民産区に関する調査回答者に対するフォローアップ調査の結果報告、並びに、来年度、平成31年度、妊産婦に関する調査の実施計画案についてご審議いただければというふうに思います。資料は、1の1から4までになっております。なお、1の3は、報告をですね、経年的に分かりやすく、していただくために、グラフ化したものが、添付されております。ご参考にしていただければというふうに思います。それでは資料の1の1、平成29年度妊産婦に関する調査結果報告をさせていただきます。これは7年目の、報告というふうになります。
調査の概要ですが、目的は省略させていただきます。両括弧の2、対象者ですが、今回は 13,552 名が対象者になっています。資料の1の3、丸1の47の上段をご参照ください。両括弧3、実施方法ですが、今年度は対象者の選定が少し異なっておりまして、米印のところなんですが、平成27年度までは妊娠したすべての方に対して調査票を送付しておりましたが、平成28年度は、市町村から、あらかじめ流産死産、および人の生存が確認できていない方については、そういう情報提供があった場合にはそれらの方は、除いております。で、今年度平成29年度は、対象者の情報提供をあらかじめ全市町村にお願いして、流産死産および児の生存が確認できなかった方に対しては件数のみの報告といたしまして、対象者からは除外しております。今年度も調査回答は郵送並びにオンライン回答になっております。両括弧4は調査項目になっております。それではめくっていただきまして、2の集計結果の概要です。両括弧1、回答数および回答率ですが、平成29年度の回答者数、回答率は6449名に 47.6% でございました。続きまして両括弧の3、回答結果についてなんですが、妊娠結果ですが、これは市町村から情報提供時に把握できていなかった、あるいはその後母子手帳をもらった後となりますが、流産したという方は 0.34%、 中絶の割合は 0.06% でございました。めくっていただきまして、両括弧の早産率は 5.4% でございました。参考値といたしまして、平成28年度の、8年の人口動態統計によります全国の出生のうちの早産の割合は 5.6% でございました。両括弧、出生時のうち低出生体重時 2500g 未満の割合は 9.4% でございました。これも同様の、統計によりますと同じく全国平均も 9.4% という結果でございます。両括弧の A、先天奇形先天以上の出生率、これは単体に限ったものですが 2.38% でございまして、最も多かった疾患は心臓疾患、発生率 0.62% でございました。参考値といたしまして、一般的な発生率、1000点以上の発生率は 3-5% と言われておりまして、心臓奇形は自然発生率は約 1% と言われております。1000点以上の発生率も一般的な発生率に比べまして、高い結果ではございませんでした。母体のメンタルヘルスについてですが、これは資料の1の3、1の50ページ、上段をご参考にしてください。うつ傾向ありと判定された母親の割合は 20.7% でございました。産後うつによく用いられますエジンバラ産後うつ指標による換算試験がございますが、それによりますと、この 20.7% というのは産後うつの、そのエジンバラの指標に換算いたしますと 11.1% と算出されます。この数字は、全国的な数字、上に書いてございますが、9.0% や 8.4% に比べますと、若干高い、数字となっております。続きまして、1枚飛ばしていただきまして、1の5になります。次回の妊娠・出産の希望の要望についてということなんですが、次回の妊娠・出産を希望すると回答した割合は 52.4% でございました。次回の妊娠を希望しないと回答した理由について、希望していないという方が 52.2% と最も多く、次いで年齢や健康上のため、健康上の理由のためが 38.4% でございました。放射線影響が心配なためと回答された方は 0.8% でございました。参考値が下に、経年的な変化が下に書いてございます。この 52.4%、出産を希望すると答えられた方 52.4% という数字なんですが、これは平成22年の出生動向基本調査によります
結婚10年未満の夫婦で子供を予定している割合は 58%、 すでに子供がいる場合は 51%。 この、我々が行っている調査は現在子供さんを出産されている方になりますので、すでに子供がいる場合に相当すると思います、相当いたしますので、この 51% に比べても福島の方々は、まあ、若干、希望する方が多いという結果になっております。か、自由記載内容についてです。自由記載、欄の記載者数は799、12.4% でございました。これは年々、減少傾向にございます。自由記載内容は育児相談、34.5% が最も多く、次いで育児支援サービスの充実要望 27.7% でございました。胎児・子どもへの放射線影響についての記載は 4.8% でございました。懸念的な変化は下の表をご覧ください。まとめは今お話ししたことでございますので省略させていただきます。続きまして 1-6、3支援概要でございます。両括弧3支援選定者の基準ですが、下記のあ、い、にのいずれかに該当するものに対しまして電話支援を基本に行っております。調査票、うつ項目2項目でやってるんですが、その、該当するもの、それから調査票の自由記載の内容から抽出されたもの、この方に対しまして、電話支援しております。4、支援結果の概要です。要両括弧1、要支援冊子数ですが、これは資料 1-3、1 の、48ページ上段をご参照ください。平成24年度以降ですね、より多くの方、おそらくですね、うつ傾向が少しずつ減ってきているものですから、より多くの方を支援できるように、自由記載内容による支援を広げております。今回6449名回答された方のうち、電話による相談支援が必要だと判断されたものは799名でございました。要支援率は 12.4% でございます。支援の内訳といたしまして、うつ項目による支援は 7.0%、自由記載内容による支援は 5.4% でございました。懸念的な変化は、下をご覧ください。両括弧に、巡っていただきまして、両括弧に相談内容ですが、これは資料の 1-3、1-48、下段を参照ください。要支援者における相談内容は、母親の心身の状態に関すること、55.6% が最も多く、次いで子育て関連、生活のこと 51.8%、 家庭生活に関すること 16.4% でございました。放射線の影響にや心配に関することの相談は 4.1% でございました。経年的な変化は、下記を参照ください。表を参照ください。両括弧3、支援終了の理由ですが、ほとんどの方々は傾聴並びに情報提供、行政窓口を紹介して終了しております。それからすで、に、受診先や相談先があるということを確認して終了しております。まとめは省略させていただきます。続きまして資料の進んでよろしいでしょうか。はい。資料の 1-2 です。これは平成25年度の調査、妊産婦に関する調査、回答者に対するフォローアップ調査結果報告でございます。対象者は、最初に、震災後3年目に、お産をされた方になります。1の調査概要です。両括弧2に、対象者がございます。資料 1-3、1-47、下段を参照ください。平成25年度の調査の回答者、流産・中絶・死産の方を除いた方々のうち、市町村へ紹介いたしまして、母子の生存がともに確認された方、5734名が対象となっています。両括弧3実施方法ですが、直筆式の調査票、並びに回答は郵送、それからオンラインで行っております。両括弧の4に実際の調査項目が記載してございます。めくっていただきまして、2の、集計結果概要です。
両括弧1、回答数および回答率ですが、これは資料の1-3、1-47の下段を参照ください。平成25年度のフォローアップ調査の回答者数、回答率は2706名、47.2% でございました。これ平成29年度は28年度に比べまして、大幅に回答率が上昇しておりますが、これはオンラインで回答された方が増えたことによると思われます。めくっていただきまして、すみません、1-35ページですが、両括弧の3、母親のメンタルヘルスに関してですが、あ、主観的健康感の悪い、自分があまり健康ではない、または健康ではないと、答えた方の割合は 7.9% でございました。うつ傾向ありと判断された母親の割合は 23.5% でございまして、4年前の、この方々が、実際にお産された方、分娩された、平成25年度の調査では 24.5% でございました。続きまして、両括弧の5、放射線の影響の不安についてなんですが、放射線の影響への不安について、項目に1つでもチェックされた方、先ほど、1-33の両括弧4に調査項目がございますが、ここで、問い5が相当いたしますが、1つでもチェックされた方は 87.5% でございました。放射線への影響の不安にチェックをした中で子どもの健康に不安があると回答された方は 66.3% でございました。経年的な変化は下の表をご覧ください。続きまして両括弧の7、自由記載内容についてなんですが、自由記載欄への記載者数は208名 7.7% でございます。記載内容を分類いたしますと、内容はこの調査への賛同、この調査への意見、苦情、胎児、子どもへの放射線影響の心配、このような順になってございました。続きまして、まとめは省略させていただきます。3のフォローアップ調査の支援概要、1-37となりますが、に説明させていただきます。両括弧の3、支援選定基準ですが、本調査と同じようにですね、調査票のうつ項目2項に該当された方、それから自由記載の内容により支援が必要と判断された方、平成25年度のこのフォローアップ調査の方々は、また支援が必要と判断される方が減るだろうということが予測されましたので、先ほどの、1-33の調査項目、問い5、問い7にその他というところがあるんですが、その他の項目のところに、チェックされている方、その内容によりまして、支援を広げるという意味で、そこまで見てですね、支援を広げているということで、今年度はその他の項目の記載内容も、見まして、支援をしております。4、支援結果の概要です。両括弧1、支援、要支援者数ですが、393名になっています。で、このうち、うつ項目による、要支援率は 10.2%、めくっていただきまして、自由記載内容による要支援率は 4.3%、合計要支援率は 14.5% となっています。表をご覧になっていただきますと、一番下の平成29年度、これが平成、今回の調査になりますが、その他の項目の記載内容で 2.4%、要支援者を広げましたので、全体として 14.5% と増えているように見えますが、うつ項目、それから今までの自由記載項目の、による、要支援率はほぼ変わらない数字となっております。両括弧の2、相談内容についてですが、電話での相談内容は、これまでのフォローアップ調査と同様の、すみません、支援基準によりますと、母親の心身の状態に関すること 36.0% が最も多く、次いで子育て関連、生活のことが 27.7% でございました。
放射線の影響や心配に関することの相談は 13.1% で、ほぼ前年度と同様の割合でございました。下が経年的な変化が書いてございます。めくっていただきまして、両括弧3、支援終了の理由についてですが、平成29年度の本調査と同様に経庁並びに情報提供、行政窓口を紹介して終了で、ほとんどがそれで終了しております。続いてお話ししてよろしいでしょうか。はい、それでは、資料の1の4になります。平成31年度、現在平成30年度の、妊産婦調査、それから平成26年度に出産された方のフォローアップ調査が進行しておりますが、資料1の4、これは、来年度に相当する現在走っております平成30年度の次の平成31年度の妊産婦に関する調査の実施計画案でございます。1、平成31年度妊産婦に関する調査でございますが、これは平成30年と、全く同じ、同様の計画でございますので、省略させていただきます。めくっていただきまして、2、フォローアップ調査、追跡調査と書いてございますが、これはですね、今までは、お産されて4年目の方々を対象に、フォローアップ調査を実施してまいりました。で、中断のところなんですが、平成23年度、4年度の調査回答者は、やはり放射線に関する不安が強く、うつ傾向が高い状態でございましたので、そういうことが分かりましたので、この方々を対象にですね、平成31年度の調査におきましては、平成27年度、調査回答に対する4年後のフォローアップ調査を行うということではなくてですね、この平成23年度、震災の年に産んだ方々に対しまして、2回目のフォローアップ調査、つまり2巡目となりますフォローアップ調査を行うことを今回ご提案させていただきたいというふうに思います。やはり震災にの年に生まれた方々は、産んだ方々は、やはり特別な方々というふうに考えられますので、継続的な支援を行うことというふうにしたいというふうに考えています。3、関係機関との連携ですが、今後も調査結果の周知、市町村を対象にいたしまして行っていくとともに、リーフレットの作成や配布も継続して行ってまいりたいというふうに思います。以上でございます。はい、ありがとうございました。妊産婦に関する調査、今ご説明をいただきました。事務所の方からですね、関連するということで資料が提出されていますので、その説明をお願いしたいと思います。参考資料の2というものでございますが、よろしくお願いします。県民健康調査の菅野です。これまでの検討委員会で委員の方々から妊産婦の支援を考える上で、現在行政で実施しているさまざまな支援事業等との関係を整理しながら県民健康調査の枠組みを考えるべきではないかというご意見をいただいております。そこで今回妊産婦に関する調査の議論の参考としていただくため、本県の母子保健事業を所管しております子育て支援課から本県の母子保健事業につき説明いたします。福島県子育て支援課長の海部敦史と申します。よろしくお願いいたします。私からはお手元の資料参考資料2によりまして、福島県における妊産婦、乳幼児に対する支援体制の概要を説明させていただきます。資料は横の両面図になっている1枚ペーパーです。まずは1ページ目、表になっている方をご覧ください。表の一番上には左側から妊娠、出産、1歳、2歳、3歳から6歳、そして18歳と記載しております。左側には上段に市町村、下段に県としており、妊娠時、出産時、そしてお子さんの成長期ごとに市町村と県がそれぞれ主にどのような支援策を実施しているかを整理したものでございます。まず市町村が実施している支援事業ですが、皆様ご承知の通り、市町村に妊娠届出が提出されますと
母子健康手帳を交付いたします。そして出産までの間に妊婦健康診査の実施、出産後には新生児聴覚検査、産後1ヶ月健康診査の実施を経て、3、4ヶ月健診、1歳6ヶ月健診、3歳児健診と幼児の成長に合わせて節目節目に健診を実施しております。その他、県の補助事業である福島版妊婦訪問等事業ですが、これは妊婦を市町村の職員、保健師、助産師等が訪問し、出産前の状況を把握した上で早期支援を行うため、子育て世代包括支援センターを設置している市町村に対しまして、この子育て世代包括支援センターにつきましては後ほど説明させていただきます。そのような市町村に必要な経費の市町村負担分に対して補助するものでございます。母子健康手帳交付後の全妊婦を対象に、訪問等の方法により育児広報啓発物品、例えば紙おむつ、木のおもちゃ、離乳食セットなどの育児グッズを直接渡しながら状況を確認し、今後どのような支援が必要かを判断いたします。この訪問により出産前に行政との関わり、パイプを持ってもらうことにより産後ケア事業や乳児前後訪問にスムーズにつなげてもらうことを狙いとしております。続きまして、表の下段の県が実施している支援事業です。出産までの間は各保健福祉事務所におきまして、不妊・不育症に関する相談を受けるとともに、特定不妊治療費の助成や不育症治療費の助成を行っております。また家族等の身近な方に相談しにくい不妊等の悩みをはじめ、女性特有の健康に関する相談に対応する専用電話、女性の味方健康サポートコールを設置するとともに、来所相談にも対応しております。出産後はまず先天性代謝異常等検査ですが、先天性代謝異常症および先天性甲状腺機能低下症の早期発見、早期治療を図るため、新生児の血液によるマススクリーニング検査を行うものです。次に、福島の赤ちゃん電話健康相談は、妊婦や乳幼児を持つ保護者を対象に、助産師による電話相談窓口を設置するとともに、必要な場合には訪問し、母乳育児支援等、きめ細かな支援を行っているものです。次に、その下の小児慢性特定疾病医療費助成につきましては、児童福祉法第19条の2に基づく、県が指定する医療機関において、小児慢性特定疾病の治療を行う児童等に対し、医療給付を行っております。最後に、一番下の囲みに記載の、子育て世代包括支援センターの設置や運営に対する支援についてであります。こちらにつきましては、資料の2ページ目、裏面をご覧いただきたいと思います。こちらは、国厚生労働省が作成しました概要ペーパーでございます。子育て世代包括支援センターは、妊娠期から子育て期にわたって切れ目のない支援を行うものであり、その役割はペーパーの中ほどの点線囲みに記載の通り、4つのマネジメントを行うことが必須とされております。また下段に記載のように、母子保健サービスと子育て支援サービスを一体的に行っていくものであります。福島県といたしましては、平成31年度末、今年度末までの全市町村への設置を目標に取り組んでいるところでありまして、今日現在59市町村中42市町村、率にして 71% で設置がなされております。引き続き、子どもを産み育てやすい環境の整備を進め、子どもたちが明るく健やかに育まれるような福島県を目指して取り組んでまいります。福島県における妊産乳幼児に対する支援体制についての私からの説明は以上であります。
ました。それでは説明ございましたので、委員の皆さんからご質問、ご意見をいただきたいと思います。ご意見のある方、はい、どうぞ。愛知小児保健医療総合センターの山田でございます。小児科学会推薦ということで、こういう、妊婦さんへの、調査をして、そこから支援につなげるという、この仕組みはとても素晴らしいもので、ぜひ継続してやっていただけたらと思っています。で、ちょっと今の参考資料も含めて、簡単に3点、ちょっと、ご指摘というか、したいと思います。1点目は、先ほどの参考資料2に出てきた売り面の包括支援センターなんですが、これは福島県は 71% の設置率ということだったので、全国は31年のデータはないんですけども、昨年、ここに書いてあるのは29年度なんで、昨年のデータでも、760市町村で、率で 43.7%、まだ半分いってないんですね。で、おそらくこの数年で増えてくるので、今年度はもっと高くなっていると思うんですが、去年でも福島県は割と上位に位置しているんです。そういうふうにこの市町村の方々、特に保健師さんを中心とした人たちは、ポピュレーションアプローチで素晴らしい働きされてて、いいんじゃないかと思います。で、それがこの調査の方に戻りまして、ちょっと、ご覧の先ほど省略されてるんですけども、資料丸1の4ページのところに部ですね、妊娠分娩のケアっていう質問がありまして、これの、これは逆が書いてあるんですが、ケアを十分に受けてないと思う方の数が、1%、2% という数で、パッと見てもそういう満足してない人がそんなに多くはないんだなって分かるんですが、これ前から時々指摘してるんですけども、平成27年度から健やか親子21で、これ、ちょっと質問が違いますし、これ5択なんですけども、3択ではい、いいえ、どちらでもないというそういう選択肢なんです。そちらで聞いていても、そちらでやるといいえとか回答した人が 4.4% 前後で、そこは実は母数が1万2000年さ 98% の3から4ヶ月受験診受診者の方が答えているので、より全体しっかり調査に近いんですが、そこで見ても実は全国が 4.9% のところ 4.2% とか、福島県低い値ですので、低い値になってますので、そういうご所見のポピュレーションのアプローチが、こういう調査にも表れているのかなと思います。で、2点目、それが1点目です。よく頑張ってらっしゃると。で、2点目は、ただここでも質問は違うんですが、4% か 2% 少しこうヒントが違ってます。で、一つの原因は、この回答者の半分、半数で、乳幼児健診でする方は、90何%というお疾患で、その影響が多少出てまして、出ないかと思うんです。それで、それからもう一つが、調査に関してなんですけども、1の丸1の11ページに、これも省略されたんですが、タバコの質問があります、喫煙状況。で、これについても、妊娠中と現在、妊婦さんの女性の喫煙状況、お母さんの喫煙状況が聞いてあって、これは全く同じ質問が健やか親子で取られていまして、これも調査対象時期、ほぼ3、4ヶ月検診。子供がそれくらいの時期だって同じ人だと思うんですけども、見てみますと、そちらの回答だと妊娠中が、こちらは、表7の2が 2.5% から子育て現在3ヶ月に 4.2% ですが、健やかなデータだと、昨年29年度ですけども、妊娠中が 3.3%、3、4ヶ月には 6.6% で、このちょっと低いんですね、こちらの人たち。だからこの調査に協力していらっしゃる半分の人たちの特徴が少し表れていて、数値で示すときに、どちらにしても横断データなんですけども、その半数だということで、このデータの解釈を少し、そういう健やかのより多くのもの、これは自然に集まってきますので、必要性になってますので、そういうのと一部比較されているところがあるんですが、ご協力いただければいいんじゃないかと思いました。3点目です。それで、この妊婦さんの調査の方に非常に気になるのが、EPDS といいますか、産後うつの方の頻度がやっぱりその 20% とか結構高い、これも特徴だと思うんです。で、それが答えられている方の半数、こういう質問に答えられる方の特徴なのか、福
島県全体のお母さんの特徴なのかというのはちょっと慎重に判断すべきで、その中ではこのインフィリエス、エジンバラ産後うつ病質問紙なんですけども、この調査の先ほどの参考資料2の表面で説明いただいたみたいに、平成29年度から30年度から全市町村で、産後うつのスクリーニングも実施されているということなので、今後そうするとこの推計の EPDS の値を用いなくても、これもちろん回答者の数値は出していただくにしても、全体全数に近いところの実は福島県の市町村はプラン EPDS の例えば8点以上は何パーセントいるとかっていうデータも一緒に評価していくと、より今このとても高いのが回答者の特徴なのか、それともやはり福島県高専生のこと以外にも、これまでのいろんなことで高い人たちもいるのかってことは引き続き見守っていくとよろしいのではないかと思いました。以上です。はい、ありがとうございます。何かコメントございますか。はい、すいません、2、3部室の藤森です。3番目のエジンバラに関してなんですけれども、現在福島県だけではなくてですね、全国的に日本産婦人科学会、それから日本産婦人科医会すべてでですね、産後うつ大きな問題になってますので、エジンバラ産後うつ指標による評価をしましょうということで、これ全国的に行われていることでございます。で、福島県も平成30年度から。はい、他に何かコメント質問ございますか。はい、どうぞ。はい、春日です。いつも本当に丁寧な調査をいただいてありがとうございます。2点をお伺いしたいと思うんですけれども、1の9ページ表の5の1に避難生活についての質問の集計があります。で、この中で、現在避難中あるいは避難生活をしていたことがあるという方々が合計で1000人近くいらっしゃると思うんですけれども、この方々について、うつ傾向を横断的に解析されたりはしているでしょうか。それが1点。それから、全国的にですね、最近の報道で虐待のことが非常に問題になっていますけれども、この妊産婦に関する調査の中で、虐待の傾向を把握して事前にその回避につなげたとか、つながったとかですね、関連機関に共有したとか、そういう状況もあるでしょうか。はい、2点ご質問です。はい、ご質問ありがとうございました。これ平成20、すみません、今回平成29年度の調査で、この今ご指摘ありました1の9の、1000名あたりに当たる方々を特に、すみません、これだけを打つ傾向、関連を見たということはないんですが、過去の、現在、過去に行いました、打つの傾向を見るものでは、平成23年度と4年度も入ってたかどうかちょっとはっきり覚えてませんが、初年度だけだったかもしれませんが、それで見たところではやはり避難されている方々にうつ傾向が高いという傾向があるということは報告させていただいております。はい、ありがとうございます。それから、虐待につながるものが何かって避けられたという話なんですが、自由記載の中にですね、やはり虐待につながるような内容ですね、無意識のうちに子どもに手を出してしまったとかですね、そういう記載がある方に対しましては、自由記載を見まして判断いたしまして、そのような方々には電話支援をいたしまして、必要な方々は市町村の方につないでおります。ちょっとその数自体はですね、今ちょっと全数は出せないんですが、そういう方々もごく数名ですがいらっしゃいます。はい、よろしくお願いします。本日欠席の室月委員から意見が寄せられているというふうに聞いていますけれども、ご紹介いただけますか。はい、本日休暇欠席となりました室月委員より意見書の提出がありましたので、見上げたいと思います。平成31年度妊産婦に関する調査については、その平成31年度調査が終了した段階で
これまでの成果を、結果を一度よく検討して、新たな方向性を考えていくことを提案いたします。過去7年間行われた妊産婦調査では、妊産婦にや出生時に対して原発事故による影響が特に認められなかったこと、2、ただし妊産婦の精神的健康に有意な影響を与えており、それが分娩後も続いていることなどが明らかになっています。母親の精神的健康に対する影響は決して軽視すべきではなく、今後も丁寧なフォローとサポートを必要としています。現在は妊産婦に対する専門家による電話支援が調査事業の一環として行われていますが、電話だけの支援には明らかな限界があり、きちんとした総合支援体制の構築が求められているのは明らかです。実際に相談件数も減少傾向にあります。妊産婦が抱える妊産出産や子育てに関する悩みや不安に対する支援、メンタルケアの必要性が全国的に注目されており、さまざまな形の産前産後サポート事業が行われるようになっています。特に国の支援によって、子育て世代包括支援センターや女性健康支援センターなどが自治体レベルで設置されています。福島県でも現在の電話支援事業を単にそのまま継続するのではなく、これまでの妊産婦調査の成果を踏まえ、妊産婦および小さな子どもを抱える小さな子どもを抱える母親に対する本格的な支援事業を作り上げ、そちらにサポートを統合すべきではないでしょうか。平成23年の震災の年に出産して、母親と子どもは平成27年に1巡目のフォローアップ調査を受けていますが、平成31年度に2巡目のフォローアップ調査を受けたところで一区切りとして、今後の妊産婦に関する調査をどうするか検討し直すべきだと考えます。以上です。はい、ありがとうございます。まあ、この取り扱いの、まあ、ご発言というふうに捉えたいと思うんですが、何か今までのところでご発言があればお伺いします。じゃあ座長の方からちょっとですね、別に村崎さんが言った通り使用しましょうとかそういう話ではなくて、先ほど山崎委員の方からは、まあ、こういう活動を続けていくべきだという話があって、まあ、その後に同じく山崎委員の方から、まあ、2つの比較できるデータがあって、まあ、比較するとこの回答している人たちの特性が見え隠れするよねというご発言がありました。私も聞きながらですね、2つの調査をする同じことを聞く2回聞く意味があるのかなというのは思います。ですからサポートを支援するという意味では本当にその通りだと思いますが、この調査そのもののあり方はですね、先ほど23年に出産された方の2回目のフォローアップをするというご発言もありましたので、その結果を見てですね、それに、こうやって参考資料にて改めて見てみると、この数年でですね、大きく状況が変わってきていますし、窓口の設置などもですね随分進んできている。 また本年度に全ての市町村に子育て世代包括支援センターができるというようなこともございますので、そういった整備状況なども勘案しながらですね、調査あるいは支援の仕方を一度整理をしてみたいというふうに、私もこの室月先生のご提案に賛成をといいますか、そういう方向をですね皆さん方に問いかけたいと思いますが、何かご意見があれば今ご発言をいただけますでしょうか。どうぞ。すいません、山崎でございます。繰り返して申し訳ありません。やはりこの国が全市町村に、令和2年ですからまでに全市町村に広げるという包括支援センターを確保にされて、ただこれはですね、これどうしてもその支援ですから、しかも場所があるわけじゃなくて、その事業あくまで事業なんて、結局心が魂が入らないと本当の支援につながらなくて、そのためにどんな支援プランを作るとか、そういう研修とかそういうことに県としては尽力されていかれることが具体的、まあ、これは母子保健事業のこの県民調査とは別のスキームになると思いますけども、そういうところへ、そしてこういう調査でこの成果を明らかにしていくみたいな、そういうやり方もあるのではないかと思います。はい、多分この7年間でですね、いろんな支援事業を行ったノウハウといいますかですね、数字に出てこないといいますか、数字としてはどういう相談がどうだった、どういう支援をしたということでしょう。
ども、経験があるということなので、その経験はやはりこれからできていく市町村の窓口に、まあ、伝達していくということも必要なのかなというふうに感じまして、今のご発言はそうだと思います。藤森委員、何か何かご意見があれば。現在県民健康調査でこのような調査しておりますが、他にも今支援のお話がございますが、調査としても例えば震災後に非常に注目されました1000点以上の話とかですね、そういうものは日本産婦人科医会の方でも継続的に、福島県だけはですね全県調査になっておりますので、それは私が知っている限りはしばらく続くということでございますので、例えばこの今座長がおっしゃいましたように支援もいろんなところで、調査もいっぱい同じようなところでというのは、やはりそろそろ整理していただいた方がよろしいのかなというふうに私も、まあ、意見させていただければ、はい、そのように考えております。成井、何か、はい、どうぞ。はい、成井です。私も市町村 の、 母子保健に関わったりですね、それから保健師さんとも関わっていて、非常に頑張ってらっしゃるなというふうに思っています。それでこの本当にこの何年間で子育て支援というのは充実してきています、福島県内。それで、この子育て支援包括支援センターの中に医師、歯科医師、臨床心理士、栄養士、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士などの専門職の配置を連携を想定されるって書いてありますが、ぜひそれを充実させていただいて、さらにその遺伝的な問題だとか、そして放射線の子どもへの影響とか、そういったことの専門家もここに連携できるようにする必要が福島県の場合はあるんじゃないかなというふうに思います。というのはやはりそういった専門知識っていうのはこの市町村では持っていないのが現状ですので、そこのところをサポートする必要があるんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。春日です。全体的にどうぞ。私の専門じゃないのでちょっと間違いかもしれませんが、資料を見てますと流産、死産および児の生存が確認できない方は対象者から外してあるというのが書いてます。で、まあ、アンケート調査をするのに非常にケアが必要だというのは分かるんですが、この人たちのサポートっていうのはどういう仕組みでなされているのか、不育症っていうような感じでされているのか、ちょっとそこだけ確認させてください。はい、はい、どうぞ。平成27年度までの調査はですね、全ての妊娠の方々を対象にしておったんですが、まあ、回答される方の中にですね、やはり流産、死産してこの調査に回答するのは非常に心苦しいと、非常に精神的に辛いというようなことをですね、書いてこられる方が何名かいらっしゃって、そのためにもちろん支援ということでお電話差し上げてということもしてたんですが、やはりそちらの方の意見が多くてですね、で把握できる範囲内で最初は調査票をしないということだったんですが、平成29年度は、まあ市町村に、まあ、把握できているものは全て教えてくださいということで、まあ、こちらから送らないようにしています。で、支援に関しましては、例えば妊産婦さんたちというのは流産死産された方というのはきちんとその担当の病院、医療施設がありますので、そこで、まあ、医師なり助産師からですね、まあそのようなサポートを受けているというふうに考えられますので、決して野放しにされているわけではなくてですね、その我々そういうカウンセリングも
たしますが、次回の妊娠に向けてということもお話ししているのが今の現状です。回答してですね、やはりもう送らないでほしいとかですね、そういう方々がやはり多かったということが一つ大きな理由です。はい、ありがとうございます。この問題はですね、次回以降といいますか、フォローアップの様子なども見ながらですね、また議論したいと思います。今話題になったいくつかの事柄、つまり市町村と県との役割どうするのかという、保証券事業のですね、狭間になく落ちないようにというようなことですし、例えば今の資産流産の問題も、医療機関で 100% 取られているのかというようなこともですね、不安視する声もあるのかもしれません。そして、この県民健康調査というものをベースに行われているこの調査そのものの見直しは、決してその支援そのものをですね、切り捨てるというような方向ではないというようなことは、一定の意見の集約を見ているのではないかと思います。いやいや、そんなことないというご意見があればと思いますが、その上で、今後この議論を進めていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。では次に参ります。次はですね、健康審査について、議事の2の方に移ります。事務局から説明してください。お願いします。はい、健康審査の室長の酒井が説明させていただきます。最初に県民健康調査、平成23から30年度の実施状況というところをご覧ください。で、1、健康審査概要で目的、これは今までと変わっておりません。ですから、県民の健康状態を把握して、生活習慣の予防、疾病の早期発見、早期治療につなげることを目的としています。で2、対象も、変わっておりません。で平成23年3月11日から平成24年4月1日までの対象地域の方、対象地域は下に書いておりますが、この方々がずっと追跡調査している方です。でその下の実施年度4月1日時点で避難区域等の住民登録した方、これは新たに転入された方、また生まれた方という意味です。はい、で3番、検診項目、これも0から6歳、7から15歳、16歳以上でそれぞれの表に書いてある項目で、下線のところが、追加項目になっております。で2番、平成23年から29年度の実施状況ですが、16歳以上と15歳以下の県内、県外、それぞれ、分けて表にしております。で実施方法、協力機関数等がそこに記載されております。これも大きな変化はございます。で次のページに移りまして、受診状況、まず、県内県外の別受診者数を書いておりますが、まず最初に16歳以上で、平成29年度の受診率は 20.5% で、平成28年度の 20.9% と比較すると 0.4% 減少しております。で23年度からのそれぞれの年度の受診率は、県内、個別とか県内集団、いろいろ検診の状況によってそこの表にしております。で、平成29年度の受診率のところが 20.5% という数字になっております。はい、で 15歳以下のところですけど、平成29年度の受診率が 22.8% で、28年度が 26.1% で 3.3% 減少しています。それぞれの、年度の受診率はそこの表の通りで、29年度のところが、右下に書いてあります。でさらに県内県外別のそれぞれの年齢での受診者数、受診率もそこの表に書いてある通りです。で次のページに移りまして、年齢区別受診者数の推移を0から6歳、7から15、16、39というふうに表してますが、特徴を見てみますと、この表、グラフにありますように、65歳以上の方のパーセントが増えてきておりまして、参考資料として29年度の年齢区分別受診率を表にしていますが、65歳以上の方が 30.8% というふうに、そこだけは増えております。はい、次のページで、4ページ目です。で、平成30年度の実施状況、これも大きな変化はありません。で16歳以上の県内県外別の、で何月からどういう検査をしたかというのがそこに書かれています。受診者数も数字で書いております。で県内に
居住している方の対象者で16歳以上と15歳以下で書いてますが、ですね、かっこさんの検診、健康診察受診結果の活用についてということで、これは去年もご質問がありましたけど、どのように検診をフィードバックしているかということが質問いただきました。でまず、対象市町村への情報還元として、それぞれの市町村ごとの分析結果を報告書を作成しまして、各市町村に情報を還元しております。で、意図して健康セミナーの実施、これはいろいろ各市町村が実施される行事に合わせて健康セミナーを実施し、その健康セミナーに医師等が派遣されまして、いろいろ健康カオアを実施したり、実際の血圧血糖測定などを実施しております。また住民への啓発活動として、リーフレットを同封 したりしております。でさらに受診率の向上の取り組みとしまして、そこに書いてあります。まず、福島県民アプリの活用、あと集団検診会場をですね、対象者の利便性のいい場所に確保する、または受診勧奨として市町村の協力を得て広報誌に掲載したりしておりますというところが23から30年の実施状況です。次に行ってもよろしいですか。はい、お願いします。はい、で次が23から29年度の県民健康調査の小児健康診査における身長体重の結果です。でまず結果のまとめ、身長体重の各論を、まあ、省略させていただいて、まあ、まとめ、平成29年度のキャンシャ、支持区域にを含む本調査対象における小児の、小児は男女とも平成23年度と比較し、身長には一定の傾向はなかったが体重は概ね少なく、中学児童は全国平均に比べ身長を胸高く体重を胸多かったという結果にまとめになっています。で次のページからはですね、で0から6歳の身長体重の比較を年度別で表に表したものです。29年度のところは太い、枠で囲んでおります。で男女の身長体重別で、0から6歳でページいきまして、それをじゃあ全国と平均してどうかというのが、ありまして、23年度から29年度の男子女子の6歳から15歳ですね、文部科学省が、調査結果との報告を、22年度の全国平均、29年度の全国平均、さらに福島県の平均を表にして、さら、この健康対象者の調査の対象者の年度別の平均値を表したものが、10ページさらに11ページとなっております。で12ページに行きますと、小児健康診査の0から6歳の身長体重をその全国の、調査と合わせて福島の、中央庁をドットしたものが12ページで、13ページは12ページが男子の身長、13ページが男子の体重で、14ページは女子の身長、次が女子の体重というふうになっています。で16ページに行きますと、今度は6歳から15歳の男子女子の、福島の平均値を全国の、平均と比べたグラフですが、まあ、大きな、差はないように思います。ここまでが勝利です。次に行ってもよろしいですか。はい、じゃあ次は23年から29年度の検診項目区別受診実績基礎統計表というところで、対象者検診項目は、変わったところはありません。で、前回ご質問ありました検定を してはどうかということで、検定をさせていただきまして、P が 0.05 未満のものを統計的優位として取り扱っております。で検定をした項目はこの後、表グラフの下にですね、四角で、ひし形ですかで囲まれた、ものが 検定をしたという意味になります。で18ページに行きますと、身長体重 BMI で、まあ、ポイントだけ言いますと BMI が25以上の過体重の割合は、男性では平成23年度から29年度まで全ての年齢部分で有意な変化を見られなかった。
で65歳以上では女性で、23年度比較して優位な減少が見られたということです。で福井、まあ男性では全齢全ての年齢区分で有意な変化が見られております。女性では40から64歳64歳において23年と比較して有意に増加したが、前年度28年度とは有意な変化が見られていない。で20ページ血圧ですね。これも統計検定をしております。でポイントは収集血圧140以上の割合は40歳以上の男女とも平成29年度において23年度と比較して有意に減少して、で拡張気血圧の割合についても、収縮気血圧と同様の傾向が見られるということです。で 次の尿検査、尿糖、尿タンパク、尿鮮血、これも、検定をしています。でポイントは尿タンパクプラス以上の割合が16歳から39歳および65歳以上では平成29年度において平成23年と比較して優位に増加したしていますが、前年度と比較して有意な変化が見られなかったということです。はい。で次、まず小血液検査22ページです。赤血球ヘモグロビンヘマトクリット、赤血球ヘモグロビンは16歳以上では23から24にかけて減少しているが、25年度以降は増加して全ての年齢区分で大きな変化が見られております。で血小板数も大きな変化は見られていません。で24ページ25ページが白血球数および白血球分割になっておりまして、ポイントは23年度から29年度まで全ての年齢分で大きな変化は見られなかった。で あと小児の赤血球数白血球数血小板も、解析されておりますが、大きな変化は見られていません。でここで24ページの高中級数が23から24にやや減少しているように見えます。また、高酸球と高塩基球が23から24で多少増えているように見えますが、これについてはちょっと説明できませんのでよろしくお願いします。はい。で、26ページ性がん肝機能 ASTLT ガンマ GT、 ポイントは AST31 以上の割合が16から39歳で、29年度において23年と比較して優位に増加したということです。あと ALT の割合が65歳以上で同様に23年と比較して優位に減少したということです。はい。でガンマ GTP は16歳から39歳で23年と比較して優位に増加しているということです。次、脂質 LDL コレステロールと中性脂肪 HDL コレステロールです。でポイントは HDL121 の割合が7から15歳および40歳以上で、23年度と比較して有意に減少で、中性脂肪150以上の割合も、平成23年度と比較して有意に増加した。あ、こちらは、すみません、23年度と比較して有意に増加した。で65歳以上で、は、23年度と比較して有意に減少した。HDL コレステロールは40から64歳で23年度と比較して優位に減少した。65歳以上についても23年度と比較して優位に減少ということです。で次、血糖です。空腹時血糖、あとヘモグロビン A1C です。でポイントは、男性の空腹時血糖110以上の割合が7から15歳で23年度と比較して優位に減少、で女性の場合は、7から39歳および65歳以上で23年度と比較して優位に減少で、 A1C 6.0% 以上の割合が13歳から39歳において平成23年度と比較して優位に増加した。で40歳以上では、23年度と比較して優位に増加で、さらにこれは前年度と比較しても優位に増加している。ただし A1C が 7.0 以上の割合は全ての年齢区分で有意な変化はなかったということです。で次、腎機能血清クレアチニン EGFR 尿酸値です。ポイントは血清クレアチニンが、高い人で40歳以上で、1.15 以上の人ですね。で29年度において23年度と比較して有意に増加した。
で65歳以上の女性で、23年度と比較して優位に増加したということです。で次の30ページ尿酸、これがですね今までは 7.1 男女とも 7.1 を基準して、グラフにしておりましたが今回から男性 7.9 と女性 5.6 というものを追加しています。これは 7.1 というのは尿酸が結晶化する基準を今まで設けていたんですが実際男性はそれよりも高いところにシフトしているのと女性はそれより低いところに実際分布があるということでこの男性でいうと 7.9、まあ、女性でいうと 5.6 が健康障害の目安になるというのが日本臨床検査基準となっておりますのでこちらを追加しました。 ということでグラフが2つあります。で尿酸値 7.2 以上の割合が、13から64で、23年度と比較して増加していた、優位に増加していた。で40歳以上の女性でやはり23年度と比較して優位に増加していたということです。でその後は29年度の細かな詳細をずっとその後の45ページまで、記載しております。でその判定基準は一覧表は46ページにありまして、これに基づいて異常値を出しております。ここまで次でいいですか。はい、じゃあ次で、論文関連論文紹介をさせていただきます。で去年まで、去年の時点で17個の論文を紹介しまして、まあ簡単にまとめますと震災後の避難生活が危険地になったものが肥満、高血圧糖尿病脂質異常慢性腎疾患肝機能異常が多血症というものがありました。で東日本大震災以後増加した疾患これはまあ避難地区だけではないんですが心房細動というものがありましてで肝機能に関しては2013年以降、日常運動の改善とか朝食摂取で改善したという報告があります。で今年度の論文報告はそこに示しました2つで1つ参考論文1というのが創設でして、まあ、ここに出しているグラフは過体重、肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常の4つですがまあ、まとめますと、震災前後における健康審査結果の変化及び県民健康調査の生活習慣病に関する中断的検討の結果をにおいて、震災前後において健康審査データを比較した結果、震災後、避難、区域、住民において過体重、肥満の人の割合及び高血圧、糖尿病、脂質異常、肝機能異常、心房細動、多血症の有病率が上昇した。でさらに震災後1、2年間、23から24年度ですね、さらに3から4年、25から26年度の検診結果を比較したところ糖尿病と脂質異常が、さらに増加していた。でこういうことは、まあ、心筋梗塞、脳卒中等の循環器系の疾患に、を起こしやすくということが、考えられますので、今後そういう疾患の予防を含めて、取り組んでいく必要があると考えます。で次の論文もう一つの論文ですがこれは、肝機能異常で、まあ、今まではだいたい前回までの報告では避難しているか避難してないかの比較がメインだったんですけど今回はそれに対してですね心の検診結果だから心でいろいろ調査されている要因とこの検診項目ここでは肝機能ですけどそれを比較した、ものです。でまとめますと、まあ、この心の要因というのは平成23年度の、心の健康と生活習慣に関する調査の結果をと肝機能の有無を比較したわけで、肝障害の対象者22,246人の、なんか対象者の 27.3% に認められております。で、実際の避難生活の MVS ではですね避難生活者でその頻度が高く避難が 29.5% 非避難が 25.7% で優位差があります。で男性中等量以上の飲酒活動量運動量ですねの低下は避難の有無にかかわらず肝障害のリスク要因となったと。でさらに避難者では転職
が、非避難者では転職が、で避難者では非雇用がそれぞれの干渉外のリスク要因であったということが今回の論文で分かってまいりました。という2つの論文を紹介させていただきました。はい、では次に31年度の実施計画案で、まあ、目的対象者、検診項目は従来と変わっておりません。で実施方法についても今までのやり方と変わっております。で、最後に受診率の向上、まあ、これはこの検診結果を、住民の方にフィードバックしていかないということで、これも、今年度と変わらない方向で31年度も進めていこうと考えております。以上、ありがとうございました。続いて 2-6 について説明をしてください。はい、では資料 2-6、中央下のページ番号でいうと ② の52をご覧ください。既存検診対象外の県民に対する健康診査の実施状況について説明いたします。本事業はこれまで説明のありました避難区域等の13市町村を対象にした健康診査とは別に、13市町村以外の既存の健康診断を受診する機会のない県民に対して検診の機会を提供する事業となります。本事業は平成24年度から実施しており、これまでも検討委員会では資料として提示しておりましたが、今回改めて概要をご説明させていただきます。3、検診項目ですけれども、身長、体重、BMI、血圧、血液検査、尿検査等となっております。4、実施方法は市町村及び検診実施代行機関への委託により行っております。5、実績、こちらは表の通りとなっております。6、平成31年度につきましても同様に実施する予定でおりますのでご報告いたします。説明は以上となります。ありがとうございました。ということで、概要をご説明いただきましたが、何かご質問ご意見があれば委員の皆様からお伺いします。はい、どうぞ。はい、山崎でございますけど、まあ、子どものことについてなんですが、この子どもの年齢の、まあ、先ほどの成人で肥満というキーワードが出てまいりましたけども、この成人では BMI の集計がされているんですけども、当然日本にはもちろん日本人の子どもの標準的な BMI の年齢別のがないので、その代わりにキーマウントという方法があって、3歳以降は年齢別に男女別に計算できるんですけど、そのデータ今この震災の影響で身体っていうとやっぱり運動不足で肥満になった、それ回復してきているんではないかと思うんですけど、その流れは非常に成人の肥満にもつながりますし重要かと思うんですが、それが、まあ、集計されてないのはなんか元々のポリシーだったかもしれないですけど、ちょっとそこだけ確認したいのと、あそこちょっと一旦そこで、はい、そのあたりはどうでしょうか。計算しうる話ですかね。ちょっと勝利の BMI になぜしてがちょっと確認しないといけない、すいません、すぐ答えてください。はい、ちょっと確認していただきますが、まあ、今どんなことが行われているかということは今大体確認というか把握できたと思いますし、これまでもそうやって発表していただいたんですが、受診率が下がってきているという、まあ、平均年齢は当然ですよね。どんどん平均年齢は毎年一つずつ上がっていくということでしょうから、まあ、それに伴って、いくつかの変化があるので、まあ、年齢を構成しないとなんか何とも言いようがないものもあるのかもしれませんが、まあ、震災直後に心配されるさまざまな出来事について、まあ、フォローができていると、あるいはむしろ、まあ、年齢が上がっているということもあるんでしょうけれども、県民全般にですね、やはり、この健康の問題についてもう少しこう考えてもらう機会があったらいいなという、私はこの結果を見るにつけそのように思います。まあ、県民健康づくりというものにいきなり丸投げするわけにはいかないんだと思いますが、そういう施策もさまざまあると思いますが、
検診というもの、そして検診結果を返すというもの以外に行われているさまざまな取り組みと、今ここで行われているものの、まあ、総括と、やはりした上で、先ほどの妊産婦の話もございましたが、まあ、この検査をどういうふうにしていくのかというのも、そろそろ考え始める時期なのかなと、私は数回前から実は思っております。別にここで今、すぐに決める話ではありませんけれども、委員の皆さん方から、この検査の今後について何かご意見、あるいはご質問でもいいんですけど、あればどうぞ。すみません、山崎です。再びすみません。それで、その方法なんですけども、まあ、振り返りはちょっと現実的に難しいと思うんですけども、子どものデータというのは、乳幼児検診から、幼稚園も入れると学校検診とか保育所の検診で実はもうありまして、まあ、今国の流れでマイナポータルでそれを PHR でやっていこうという動きもある中で、せっかくこういう福島県についてはこう、県民調査という仕組みがあって、その、表データとしてのデータを市町村にまた協力していたら教育委員会と、そういう仕組みをこれを機に作られて、まあ、全国に先駆けてそういう、 こう子どものアート身体計測値をきちんと把握して、評価していくという、そういう仕組みをこれを機に作られておこうかなというふうに、委員として感じております。以上です。はい。県の方から何かこの件についてコメントが今のご意見も含めてあればどうぞ。検討会での意見を参考にしながら、今後については検討していきたいと考えております。はい。座長があんまりしゃべっちゃいけないのかもしれませんが、さまざまなデータが蓄積してきたということと、やはり重複を避けられない部分というのがあるんですね。でその重複を避けられない部分を、どうやって調和させていくかと、あるいはその結果をどう活用していくかというのがまさにこれからの問題でありまして、震災直後は非常に心配された健康問題について、例えば運動不足で体重が増えたとか、さまざまありましたが、それ以外の要因ももちろんたくさんあるわけですので、だからといって避難をしているということを軽視するつもりはありませんけれども、さまざまな状況をどういうふうに県全体の健康づくりにつなげていくかというのは非常に大きな、県政上の課題でもあると思いますので、そこら辺はですね、この意見を参考にという県の姿勢も、それはそれで構わないと思いますが、もう少し踏み込んでですね、この結果を整理した上で次の議論をさせていただきたいと思います。何かご意見ありますか。確かにこの16歳からということで、検診の受診の機会のない人たちに対する検診提供というのはまさに重複を避けて、やっている事業でありますので、このあたりからですね、何か導かれるものがあるのかもしれません。さらなる検討に資するような形でですね、資料の提出をお願いしたいと思います。他に何かあればですが、なければ次に参りたいと思います。次に甲状腺検査について、でございます。3-1、3-2についてですが、説明をお願いします。はい。福島県立医科大学の志村からご説明いたします。資料 3-1、3-2 をご覧ください。今回は本格検査、検査3回目と検査4回目のご報告であります。今回は平成30年12月31日までの実績を取りまとめた内容となっております。前回報告の9月末までの実績から3ヶ月の経過により、大きな変化はございませんでした。今回は時間の関係もありますので、概要のみの簡単な説明とさせていただきます。まず、3ページをご覧ください。本格検査、検査3回目の一次検査実施状況につきましては、前回より150人増えまして21万7676人、 64.7% の方に検査を実施しております。うち217,530人の検査結果が確定しております。検査結果の内訳は、 A 判定は 216,043人、 99.3%、 B 判定は 1,487人、 0.7% となっております。
次に、丸さんの5ページをご覧ください。二次検査の結果ですが、対象者1487人のうち1059人が受診しまして、995人が二次検査を終了しております。二次検査が終了した995人のうち104人は A1 あるいは A2 相当、891人が A1、A2 相当以外ということになっております。うち細胞診を64人に行い、前回より10人増えております。細胞診等の結果につきましては、前回から3人増えて21人が悪性内視、悪性疑いとなっており、性別は男性8人、女性13人で、前回から女性が3人増えております。21人の前回検査は A 判定が13人、B 判定が5人、未受診の方が3人という内訳でした。ここで関連しますので、丸さんの20ページをお開きください。列表6の悪性内視、悪性疑い者の手術症例は、悪性内視、悪性疑いの方が、から21人のうち手術実施15人で、乳頭がん15人となっております。前回から2名増えております。また丸さんの11ページ以降は詳細な結果を別表でお示ししております。今回は3回目の実施状況については報告は以上でございます。次に丸さんの23ページをご覧ください。これは本格検査、検査4回目の一次検査実施状況につきましてですが、76,979人、 26.2% の方に検査を実施しております。うち 67,777人、 79.0% の方の検査結果が確定しております。検査結果の内訳は、 A 判定は 60,350人で 99.3%、 B 判定は421人で 0.7% となっております。次に丸さんの25ページをご覧ください。二次検査実施状況につきましては、平成30年12月31日までに対象者427人のうち143人が受診し、90人が二次検査を終了しております。二次検査が終了した90人のうち9人は A1、A2 相当、81人が A1、A2 相当以外となっております。うち細胞診を6人に行っております。前回は0人でした。詳細については表5の通りであります。また、両括弧2の細胞診の結果につきましては、前回から2人増えて、2人が悪性内視、悪性疑いとなっております。性別は男性1人、女性1人となっております。詳細については表6の通りであります。以上です。はい、ありがとうございました。この件について何かご質問、ご意見があれば、清水先生どうぞ。清水です。お疲れ様です。何回か前にしたことあったんですけど、3の5のところで、3の5のところで、A1AB 以外の中の検査なんですね。B 判定が 5人いらっしゃいますよね。それでその5人っていうのは、これはその B 判定の病変と同じ部位から発生した5人なのか、それとも全然別のところから発生した5人なのか、ちょっと知りたいですか。はい、ご質問ありがとうございます。ちょっとそこは
詳しく確認ができて、ちょっと確認をしないと分かりませんが、基本的には同じものの病変のことが、原則的には多いと考えております。複数結節がある方もいらっしゃいますので、まあ、前回の結節と今回の結節が異なるというケースも考えられますが、それほどそういうケースは多くないというふうに思っておりますので、原則的には前回と同じ結節というふうに、捉えておりますが、ちょっと具体的には詳細に検討しないといけないかなと思っております。はい。他にございますか。はい、高野委員どうぞ。3巡目の検査の結果についてちょっと懸念があるので、ちょっとお話しさせていただきたいんですけども、ちょっと丁寧に言いますので少しお時間ください。参考資料の1の方がまとまってますので、こちらの方を見ていただきたいんですけども、参考資料の1ページ、これは先行検査のデータですが、これは先生がずっと見られているデータで、健康検査で、どの年齢にどんだけ、5ミリ以上の、甲状腺の形成が見られたか、がんが見られたかというデータになるかと思います。で、簡単のために、ちょっと、学校検診を外れると受診率がガクッと落ちるので、学校検診の世代だけを、考えていこうと思うんですが、二次検査時点の年齢の分布で、19歳以下になるかと思います。でここで一番下のグラフ見ていただいたら、8歳から19歳までガーッと上がっているのが分かると思います。これがそれぞれの年齢における、有病率になるかと思うんですけれども、ここから例えば18歳から19歳、18歳から17歳、17歳から16歳と、年齢別に1歳ずつ引いていくと、凸凹ありますけれども、そのデータというのは1年後にどんだけの数が新しくがんと診断できるかという、概算はできると思うんです。でこれをですね、19歳まで足していくと22という数になります。これが1年間に新規に診断されるだろうと予測される予測値になると思うんですが、これを2倍、要するに2年ごとにすると44という数になります。でこの44を頭に入れて、ちょっと次のページ、2ページと3ページを見ていただきたいんですけれども、本格検査の2回目、本格検査、検査2回目ですね、ここで一番下のグラフ、二次検査時点の年齢の分布ですけれども、19歳以下、数えますと53という数字になります。44から比べると多少多いという、ただ予測の範囲かなという感じなんですが、ただ検査3回目、これはですね、3ページ目の一番下のグラフになりますけれども、19歳以下、最近3人増えましたけど、19人しかまだ出ていません。すなわち44から比べると25人足りないという状況になっています。じゃあどこでいなくなったのかということを見ていきますと、学校検診なので2回目3回目は受診率は変わらないと、仮定しますと、それでは B 判定の率が変わっているのかと見ますと、 B 判定は、2回目では 0.8%、3回目では 0.7% で、ここではあまり変わってない。でどこで変わっているかというと、精子吸引細胞診実施数です。2巡目は、207人、3巡目は64人です。で、これはちょっと私の方で確認したんですけども、これは対象症例を絞ってるからだという説明をされておりましたけども、そうだとすると、細胞診された方の中で悪性と診断される率が上がっているはずですが、2巡目は207人中71人、3人に1人、3巡目も64人中21人、3人に1人ということで、あんまり変わってないということで、もともといたはずの、44人のうち25人がいないと。でどこでいなくなっているかと考えると、どうも、一次検査で B 判定あるいは A2 と診断された中、B 判定と診断された中で、細胞診まで到達していない人がかなりいるんじゃないかということが、推測されます。でこれはですね、ちょっと懸念として出てくるのが、いわゆる集計外という症例が相当出てるのじゃないかなということが懸念されまして、そうかどうか分かりませんけども、集計外ですね、これから多分多くなることが予想されまして、なぜかというと、まず学校検診でずっと受けた子どもたちがこれから学校検診が外れていく、そうすると当然受診機会が減るのと同時に、20歳から25歳までは間隔が空きますので、その間彼らがどういう行動を取るかということもやっぱり容易に予測できまして、
かなり通常診療に流れるんじゃないかということが懸念されます。まあ、そうなると非常に困ったことになりまして、一つはですね、ここで集めているデータ自身が、まあ、どの程度信頼できるかという信憑性に関わっていることが一つと、もう一つは通常診療に入ってしまうと、例えば東京の専門病院とかに行きますと、まあ、かなり小さなものであっても患者さんが希望すれば診断されてしまうわけなので、過剰診断に対するブレーキがかかるとなると、まあ、その2つの点であって、ひどい場合はこの甲状腺検査というのが単なる過剰診断の窓口としてしか働かなくなるという懸念があるんです。ですから、ちょっとそういう懸念があるのと、それからもう一つですね、最近、これは環境省の方は把握されているのかもしれませんけれども、福島県および福島の近隣県で、保健診療による頸部超音波検査の件数が急増しているというデータがありまして、やっぱりこれは過剰診断の前兆なんですよね。だからちょっとそういう懸念が出てきたということで、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、ぜひこの集計外で甲状腺がんと診断される例というものを把握する手段というのをですね、なんか考えていただきたいと思います。以上です。はい。何かコメントがあればどうぞ。福島県についての安田ですけれども、今委員がおっしゃられた考えていただきたいというのは、今この専門委員会の中で委員の中の発言として委員の方々におっしゃられた意見というふうに私は受けてまいりました。まずそれが1点。あと委員がおっしゃられた、ちょっと私今人数聞き間違えてたら恐縮なんですけれども、22人でしたっけ、本来であればっていう24でしたっけ、すいません、その人数、有病率というお話でしたけれども、それが毎年というのを発見されるであろうという過程が妥当かどうかというのは検証しないといけないと思います。その人数が新たに新規に発見されるであろうという仮説のもとに今、委員は議論されておりますので、そのことに関してはぜひこの検討委員会で議論していただきたいと思います。ただ今おっしゃられた中で大変重要なポイントがいくつもあったと思いますのは、本格2回目3回目の評価という際に委員がおっしゃられた以外にもですね、そもそも受診率も下がっているという点、また B 判定の中の対象者になった方からの受診者数、つまり受診率も見ていただければお分かりのように、受診率 84.1% から 71.2% ということで、受診自体が減っているということもございます。したがいまして、実際に発見されたがんの数自体が減っていることはおっしゃる通りで事実ですけれども、これにはさまざまな行楽が関連していると、まさにその点を今後しっかり検討していかなきゃいけないのではないかと、大変重要なご指摘だと思いました。ありがとうございます、はい、何かここになければですが、この話はですね、まあ、ここでこの先ぐっとやる話ではないので、甲状腺評価部会の方でしっかりと議論してもらうというのが前提になると思いますが、それにその前提としてはですね、そのデータの、解析についてどうかというようなことのやり取りも必要だと思いますので、そこは医大の協力も得て、検討に、評価部会もですね、厳正にいらっしゃってますから、また議論していただきたいと思います。この件は今日はちょっと3回目のこの 2の3の1と3の2の、まあ、ご説明ということなので、評価部会の開催報告をいただいて、その上でまた議論があれば、ここにも勉強していただいて結構でございますので、鈴木先生、鈴木部会長から短めにご報告をお願いします。はい、鈴木です。では資料の4に基づいて第12回の甲状腺検査評価部会の開催報告を行いたいと思います。まあ、今回報告すること3点ございます。まあ、1点目が本格検査、検査2回目のどういうバイアスがかかっているか、あるいは行楽医師が考えられるかという甲状腺がんの発見に関わるいくつかの視点をこの間解析してまいりました。から2点目は地域の比較という解析方法から、甲状腺線量を加えて線量と、それから甲状腺がんの発症の、傾向を見るというような点です。で、3点目が甲状腺
対象者への説明合意に関しまして、議論を進めてというところになります。で最初の1点目、第2回目の解析に関しましては、まだ最終結論が得られてませんが、今、解析の途上ということで、こちらは福島県立医大の担当の方から少し説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、健康調査支援部門の大平と申します。まず最初にですね、本格検査2回目の細胞診実施に関する分析結果の方ですね、ご説明申し上げます。資料4の5ページの方ですね、図1から3をご覧ください。この中でですね、一次検査実施年度別でですね、結節の大きさ別にですね、細胞診実施率と悪性内視悪性疑いの発見率を示しております。特に 10.0 ミリ以下及び 10.1 から 20.0 ミリの群ではですね、2014年度実施群において細胞診実施率と悪性内視悪性疑い発見率が高い傾向が見えます。次にですね、次のページの4の7ですね、図4から6をご覧ください。こちら地域別ではですね、細胞診実施率及び悪性内視悪性疑い発見率は、避難区域の、避難区域等が一番高く、その次に中通り、浜通り、会津地方の順でした。また、結節計 10.0 ミリ以下及び 10.1 から 20.0 ミリの群では、避難区域等と中通りにおいて細胞診実施率と悪性内視悪性疑い発見率が高く、20.1 ミリの群では細胞診実施率に明らかな地域差は認められておりませんでした。続きまして、図4の9のですね、図7から9をご覧ください。先行検査において細胞診を実施している場合、いずれの結節系においても本格検査、検査2回目のですね、細胞診実施率及び悪性内視悪性疑い発見率は低くなる傾向がありました。これをもちましてですね、部会員からの意見等をですね、細胞診の実施率が地域によって3倍近く違うということからですね、それが悪性内視悪性疑いの発見率と相関して、線量との関係を見るときに非常に解釈が難しいというようなですね、意見をいただいております。続きましてですね、市町村別アンスケア推計甲状腺吸収線量と悪性あるいは悪性疑い発見率との関係の図を示します。こちらはですね、ずっと続きまして、資料をですね、4の19ページをご覧ください。こちらはですね、資料、震災時のですね、6から14歳の対象者におけるアンスケアの甲状腺吸収線量と悪性あるいは悪性疑い発見率との関係を示したものです。こちらと、それから次のページですけれども、こちらはですね、同じように、こちら最小値と最大値というのをちょっと区別があるんですけれども、これはですね、市町村の、甲状腺、被曝線量が最大と仮定した場合と最小と仮定した場合ですね、それを分けて解析しております。で、いずれにしようですね、こちらの方線量とそれから甲状腺発見率との間にですね、量反応関係は見られていないということが言えるかと思います。続きまして丸4の21ページをご覧ください。同じようにこれ震災時の15歳以上におけるですね、アンスケア推計甲状腺線量と悪性あるいは悪性疑い発見率との関係を示したものです。こちらの4の21がですね、これは各市町村が最大にですね、被曝されたという仮定のもとに出したものと、それから次のページがですね、最小のもとに仮定をしたものでございます。先行検査、本格検査ともにですね、ご覧いただきますように、被曝線量と、それから甲状腺発見率との間にですね、量反応関係は、見られておりません。しかしながら、またこれはですね、まだ、調整変数もですね、まだの明らかになっておりませんので、今現在ですね、さらに解析の方を深めているところで、次の甲状腺評価部会の方にですね、結果の方をまたお出ししたいと思います。以上でございます。はい、ちょっと補足で、今地域の最大最小という線量の話が出ましたが、それはアンスケアの方の丸4の14ページの方を見ていただきますと、同じ市町村で
例えば双葉町で3月12日の午前中に川又小学校に移動した、あるいは夜に移動したというふうな形で、同じ市町村でも避難のタイミングとか経路が違っている場合に線量が違っているということになります。でそれの両方を使ったという解析だったかと思います。で、まあ、これはまだ途中段階の数字もそうですが、解析ですので、まあ、この次の部会でさらに後楽園市も含めた正式な解析をして皆さんにご報告していきたいと思っております。で、続いて ④ の2ページの甲状腺検査対象者への説明同意についてということでございます。でこれは資料の方、丸4の24、25に26と書いてありますが、こういうとりあえず叩き台の資料を出しまして、部会員の件をまとめていきました。でポイントはどういう形で今の検査がメリットだけではなくてデメリットもあるというようなこと、それからこの甲状腺検査そのものに対する世界の専門家の見方、そういうものをどういう文面に反映させていくかというところで、まだ部会員の間の合意に達しませんでした。で、まあ、私の責任の方でその、まあ、部会員の間で合意が取れるような文面を再度提出するということで、前回の検討部会は終わっております。で、まあ、そういうことで今日細かいところを説明していくことはちょっと控えたいと思いますが、まだ最終的な文面が出来上がってないという途中段階ですという報告だけさせていただきます。はい、ありがとうございました。それでは検討委員の先生方から何かご質問ご意見あればお伺いします。はい、どうぞ。部会でもいろいろな意見があるというようなことは伝えないですけれども、まあ、意見があるということは、そうだと、はい、部会にいろいろな意見がさまざまな意見が出されて検討されているということを、それはそれをちゃんと主張したいと考えていますけれども、まあ、その中でちょっと2点だけちょっと私の意見としてここで述べさせていただきたいのは、まあ、中に含まれている意見があるんですけども、まずやはり IRC のことなんですね。これはやはりチェルノブイリの関係者も含めた国際的な専門家の第三者が、やはり福島に来られて状況を視察されて福島の状況を踏まえて、それから福島の甲状腺検査の責任者の意見なども聞きながら評価しているということなので、その意味は非常にやはり大きいんではないかと、そういう第三者に専門家によって評価されたことをやはり情報をきちっと提供することが大事だと私は思います。それから2点目、この QOL という問題が、評価されてない、死亡率だけで評価しているという話が出てきているんですけれども、まあ、これは要するに検査発見によって治療すれば症状発見による治療よりも侵襲が低いような治療が行われて、まあ、QOL がいいということだという、そういうシナリオに基づいていると思いますけれども、まあ、現状において検査で発見されてもほとんど多くにリンパ節転移が発生しなきゃいけないという状況になっているとかですね、そういうことを考えるとその根拠は十分ではないというふうに考えます。それから一方で大事なことは検査を受けること自体、それから、要精密検査と言われることとか、それからがんと診断されること、そして、がんを治療を受けるということ、これも相当なやはり QOL というかにつながるということを言わせてはいけないんじゃないかなというふうに考えます。以上です。はい、ありがとうございます。他にありますか、まあ、結果の話と
説明同意の話ということで大きく2つの報告ございましたが、どちらでも結構です。はい、春日にどうぞ。はい、春日です。結果のご説明ちょっと早かったのでついていけないところがあって、少し丁寧にご説明をお願いしたいと思うんですけれども、丸4の7ページこちらの図の5はですね、細胞診実施率と、悪性内斜悪性化前の発見率ということですけれども、これは 100% は何、つまり何にどういう人数に対してこのパーセントを出されているのか、ちょっと教えていただければと思います。で同様に、図の6、これも、細胞診実施率と、このもともとの 100% が何だったのか、これを教えていただけますか。で、もう一つの質問としては、細胞診実施率がそもそも地域によって違うので、悪性あるいは悪性疑い発見率が違うのではないかという解釈をされていたと思うんですけれども、それはなぜその地域によって細胞診の実施率が違ってくるとお考えなんでしょうか。その何かその診断の過程で地域によって違う根拠が あるのかどうかちょっとよく分からなかったので、そこも少し丁寧にご説明をお願いできますでしょうか。はい、はい、じゃあ医大の先生の方からお願いいたします。はい、はい、福島医大の志村からお答えします。丸4の7の、丸4の6も、すいません、もうちょっと前から戻りますと、丸4の5ページから続くグラフの、具体的には図4で説明させていただきますが、図4で、二次検査の時に結節が、確認された方を、分母としております。でその人数が、図4の方の方にお示ししております。で結節が改めて二次検査で、発見された方を 100% としてそのうちの細胞診の実施率あるいは悪性悪性疑いの発見率を、お示ししたものが図5であり図6でありということになります。地域差があるということは、データを見れば明らかということですが、この、原因につきましては、その地域の差は検査間隔の差も反映される、あるいは年齢の差も反映される、いろんな行楽因子が反映されますので、これらを今後またどうしてこういう差が出たのかを整理していきたいということで、前回は終わっております。よろしくございますか。はい、では次回以降その、詳細な解析の結果とその、根拠も含めてご説明いただけるというふうに理解してよろしいでしょうか。はい、はい、可能な限り双方向で検討したいと思っております。他に何かありますか。どうぞ。先ほどの塚根先生 のコメントどうもありがとうございました。IRC の方から2番目のレポート出てるのをお読みになりました。はい、で IRC がスクリーニングをして早期手術をした場合のデメリットっていうことを考えているときに、彼らが考えているのは今まで の例えば ATA のリコメンデーションにあります、小児甲状腺の場合は甲状腺全摘で要素131のアブレーションをやるというのをベースに考えて言ってます。それに対して福島の場合はもうちょっと侵襲範囲を狭めた形での手術をしてるんで、それがもしかするとメリットになるかもしれないという可能性に関しても議論はしてるかと思います。でそういう意味で福島の今のフォローアップが非常に重要だというようなことが入ってるんではないかと思ってますんで、一定程度 QOL を
改善している可能性というものを危うくが否定しているわけではないということを一つコメントしておきたいと思います。はい、何か、はい、高村先生どうぞ。長崎大学の高村です。今の発言ちょっと関連するかもしれないですけれども、危うく の、 レポートにはですね、まあ、当然ながらこれから起こる、あってはならないですけども、他将来起こりうる原子力災害を検討する対策ということと、すでに起こっているものについても少し別途だって記載があって、そこでは非常にそのいわゆる住民、ステークホルダーとの対話の重要性であるとか、そういったものが書かれていいかなと思います。まあ、そういったのも考慮に入れた方がいいのかなというふうに思います。それが一つと、あとはここでメリットの話がこの中に出てたんですけど、メリットの中に安心というのをどう評価するかというのは非常に僕は難しいと思います。要するに安心というものをどういうふうにエビデンスとして捉えるかというのも、これは意外と難しい。それは単に QOL の尺度とかそういったもので得られるかというと、なかなかそうもいかないということがあるかと思いますので、もちろんエビデンスがあるかどうか非常に重要なことなんですけども、そういうエビデンスで測れるもの、測りにくいものについての評価というのは、今後、これ鈴木先生に聞いた方がいいかもしれません。どのように思いますか？はい、はい、どうもありがとうございました。同じ議論が甲状腺部会でもありまして、その時に県立医大の方で、まあ、甲状腺検査も含めてそういう検査をやってることによって、どういうメンタルっていうか、まあ、対象者 の、 影響があったかというのを解析しているというような論文、まだ正式に紹介は部会でされてませんが、論文の存在というものが挙げられていたかと思います。何かコメントありましたら県立医大の先生よろしくお願いします。はい、福島医大の志村です。当学の村上先生から、放射線へ の、まあ、心配軽減に何が役立ったかっていう、調査をしておりまして、放射線への不安へ の軽減に最も役立ったのは甲状腺検査の実施という結果が一応出ております。確かに甲状腺検査を受ける方は不安がもともと大きいという結果も出ておりますが、それが最も減ったという方向に働いたという論文を一応出しておりまして、まあ、そういったことを念頭に発言させていただきました。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。これ上積もなんですけども、そもそも、ね、やはりこの県民健康調査の大きな目的というのは、やはり県民の方の不安、これにどう応えるかということで、これに意義がある方はたくさんいらっしゃらないと思いますので、そこはぜひご留意いただければなというふうに思います。はい、どうぞ橋先生。両点の中です。先ほど鈴木先生がアズケアの、まあ、染料を使った、まあ、最大と最小ということについてご言及されたんですけども、まあ、これは自体はアズケアの2013年レポート、これは4の11に出て4の14ページですか、出てます。これは保育園が推定したと、まあ、調査したと書いてあるんです。これは実態に基づくというよりは、こういう行動をとるとこういうふうになるという数字でやったもので、私がお話したいのは、今後この甲状腺の線量をもう少し細かく、いわゆるアンスケアではアンサーティーティーと不確実性を小さくするために、もう少し線量を、まあ、そんなに時間がないとは思うんですけれども、精査しないといけないかなと思うんですけれども、その辺は甲状腺部会としてはどんなようにお考えになっているんでしょうか。はい、どうぞ。はい、鈴木です。これ甲状腺部会というよりは、今まさに、まあ、私自身がそういう研究をやっておりまして、まあ、行動調査表のランダムサンプリングをして、子どもたちが具体的にどういうタイミングでどう動いたかというような解析をしております。でそれをベースに、まあ、今法医研の赤羽先生が提出した代表的行動調査18パターンというものがあるわけですが、それをより細分化したもので、なおかつそれぞれの行動パターンにどのくらいのパーセントがあるか、レートをかけるかというようなところまで出した形で、まあ、線量評価に持っていきたいということを考えております。で現在鋭意論文化を進めているところでして、できれば次のアンスケアのレポートにそれが間に合うように出版できればと頑張っておりますので、もう少し
待ってください。で、具体的に甲状腺部隊でどの線量体系を使っていくかというのはまた別の話になります。で、まあ、私が個人的にやってるから個人として研究者としてやってるっていうものがそのまま甲状腺部隊で採用してすぐ使うという話ではないだろうと思ってますので、あくまでそういう私たちの出す線量評価というものが、まあ、ある意味国際的にオーソライズされてから、まあ、線量評価に使っていくと、甲状腺部隊での線量評価に使っていくというような流れになるんではないかと私自身は考えております。はい、はい、どうぞ富田先生。福島大学の富田でございますが、まあ、何度も私が発言するときの最初に私は専門は法律関係であるということから申しておりますが、最近 の、 東電に対する損害賠償等を見ていきますと、非常にこう主観的要因というものが重視されていると。特に慰謝料ですね。その慰謝料の中でもふるさと喪失慰謝料だとかなんかよくわからないものも出てきますが、やはりこの甲状腺関係のところでも先ほど高村委員の方からも出てまいりましたが、やはり当事者の主観といいますか、これを重視しなければ県民の納得はできないだろうと。だから例えば西日本の方で同じような規模の甲状腺検査やるとしても、それは自分が何も出てこないだろうと思っているところに出てきたら、それはびっくりしてこんなものしない方が良かったと思うでしょうと。しかし福島県民の、まあ、全員とは言いませんけども、かなりの人はやはり放射線浴びているんだと。そうすると出てきた時には幽霊が出てきたとは違いますけれども、やはり検査しておいてよかったと、そういう気持ちになるんで、それでこういう主観、県民の主観を無視したような形で客観的なエビデンスだけで勝負するというような、この検査方法でいきますと、やはり県民の納得は得られないということだけは私は一言言っておきたいと思います。はい、ありがとうございます。他に、菅原先生どうぞ。まあ、安心というのことも大事ということでよくわかるんですけども、それは当初の時と今の現状においては多少やはりそれは違いがあるんではないかなということは一つと、もう一つ安心を抱く一方で、もしかしたら必要もない不安を抱く人を出してしまう。それは結構かなりの要するに QOL 低下、もし過剰診断であったら診断されなくてもいいものを診断されてしまう、そういうものを出すということとのやはりバランスを考える必要があるのではないかなというふうに考えます。はい、鳴井委員どうぞ。私はちょっと3つほどお聞きしたいことがあります。この、そうですね、地域差と、あるいはその地域差に線量の推計を加えた比較と、その 2つの比較のことについてです。第1番目はですね、先行検査によって細胞診を実施している場合といない場合では、実施している場合よりも実施していないものの方が、非常に悪性率の発見率は高いですよね。丸4の9を見てください。図9です。実施されたものについてはあまり発見されてないんだけれども、逆にここの結論では細胞診実施、検査2回目の細胞診実施率および悪性疑いの先行検査によって細胞診を実施している場合、いずれの結節においても本格検査、検査2回目の細胞診実施率および悪性ないし悪性疑い発見率は低くなる傾向があるって書いてあるんですが、それは逆に言えばですね、実施してない分の発見率が非常に高い、この数字と明らかに大きく違います。
それでそう考えると、1回目の2年ないし3年前の時点ではそんなに心配な子どもたちじゃなかったのに、本格検査の時には急激に悪性なり悪性が疑いの子が増えてしまっているというふうな受け止め方でいいんでしょうか。でそういうふうにしか私にはこの図からは思えないんですね。で急激に子どものがんっていうのはこんなふうに大きくなるのかなっていうようなことをこの表から逆にちょっと疑ってしまいました。それの説明をお願いします。それから20ミリの群において細胞診実施率に待ってください、がんのですね 20.1 ミリ以上の、ものについて、有意差がなかったというふうに地域差はないっていうふうな結論も出てるんですが、まあ、たったに2例だからでしょうか。評価を見るとですね浜通り地域で明らかに20ミリの以上のがんの子が見つかっている。これはどう考えたらいいんでしょうかっていうふうに思います。それから、図、さらにですねこのアンスケアの水系甲状腺吸収線量を加えた比較のところで震災時年齢が6から14歳の対象者および1ですね結論が15歳以上の対象者において線量依存性の悪性ないし悪性疑いの性年齢調整オッズ比の上昇傾向は認められなかったとはっきり書いてるんですけれども中を見てみると6から4歳の子どもで、20ミリ以上で30ミリ未満 の, あ, それは線量がですね20ミリ以上、30ミリ未満のところでは有意差が出て 95% 信頼区間の中で 1.5 という数字がオッズ比は出てます。でそこが出ていて次 の, ランクのところでは30ミリ以上のところになると有意差が出ていないんですけどでもそれでもオッズ比は 1.0 よりも上になっています。こうした結果が出ていて、こんなふうに乱暴に判断しちゃっていいんでしょうか。やっぱりこの、アンスケアの推計あくまでも推計ですので確かな数値ではないんですよね。ということは危険の因子の方を重視して考えておく必要があるんじゃないでしょうかっていうふうに思うのでこの結論はちょっと私としてはこんなふうに大胆に言ってしまっていいのかなというふうに思います。それから、あとは、この3つでよろしいです、はい、よろしくお願いします。医大の方からご説明をお願いできますか。じゃあまず私の方で説明できるところを説明させていただきます。まず丸4の9 の, 先行検査で細胞診を実施しているかどうかによって発見率が変わるかどうかというところです。でこれは先行検査の方が細胞診非常にやりまくっているということをまず最初に押さえておきます。でその中で細胞診をやって発見されるものはもうかなり発見されてしまって次のターンではあまり見つからないというのがこのデータになるかと思います。で先行で細胞診をやってなかった人っていうのはこの2年あるいは 2.5 年人によっては3年以上経ってから受けてるんですがそういうふうな時間経緯とともにこのくらい出てきますよということだと思います。そういう意味で細胞診をやるかどうかという判定基準を画像診断でこれは細胞診をやった方がいいかどうかというのを画像の所見で判定してますんでその判定ギリギリの人に関しては
やらないで経過を見て次の時にまた細胞診をやって確定に持っていくというようなことをやってますんで、その辺がこの図9の細胞診実施群と非実施群での違いというものに影響しているかと思ってます。で、それからもう一つに 20.1 ミリ以上の群で、まあ、図から見ると差があるじゃないかって、その通りだと思いますが、これはサンプル数が小さいんで統計解析をすると有意差が出ないということで、それは先生もご指摘の通りそのままを述べたにすぎません。それからアンスケアの線量を入れた解析っていうのは基本は線量が高くなるに従って有病率あるいは罹患率が上がっていくかどうかというのを検査する検査です。ですからここで仮説として持っているのは線量が高くなるに従ってトレンドとしてですね罹患率が上がるかどうかを検討しています。で、一個一個の区分のところでこう上下しているっていうのは確かにあるんですが、これはデータ自身が十分サンプル数とかそういうものが少ないとある程度バイチャンスでも動くことがありますんで、そういうのを避けた解析になっています。ですから、まあ、ここでまだ先ほどこの結果は最終的な問題判定結果ではない、解析結果ではないということでいろいろ言い訳を申してますが、基本的に見たいと思っているのは線量効果関係で、線量が上がるに従って上がっていくかどうかということを検定しております。はい、ありがとうございます。なるいです。ですね、そうするとですね、この、アンスケアのデータから言っても人口でその 30ミリ、なんていうんですか、グレーですね、グレーですね、30ミリグレー以上の人ってそんなにいないんですよね、そもそも人口を見てみると対象者が。はい、ここに表の、4の16、17に書いてあります10歳の方たちの線量っていうのがここに書かれてます。で、まあ、これ平均でいうとこういうところにあるということでございます。なので余計そちらの方のデータってその信頼が置けなくなってしまうということになるわけだと思うんですね。信頼係数が 出にくいというふうになるんじゃないかというふうに思います。 ですからむしろこのそれを 見ることの意味は分かりましたけれども、この有意差がそれでもなおかつ出たこの 6から14歳の対象者の、20ミリ以上30ミリ未満の人たちのその数値の意味というのをもっとちゃんとなぜそういうふうに高く出たか 1.5 と出たかをしっかり分析していただきたいと思います。はい、鈴木です。ありがとうございました。丸4の18の方に、これは避難地域の方たちの線量が書いてありまして、確かに人数的には人口が非常に多いところではないというのは確かでございます。ただ一方でこれまで避難地域と13地域で地域比較をしたときに少し増えているという、地域相関で見たときはそういう傾向が出てたということも確かでございまして、で、私たちがなんで線量の方で解析をしようかと思ったのは、同じ避難13地域といいましても線量に凸凹があるんですね。ですからそういうのをきっちり反映させてみたときどうなるかというので、まあ、今回新しい解析方法を入れてみた。で、まだそういう年度とかあるいは細胞診の実施率とか受診率とかいろんな行楽因子が入ってますんで、そういうものも入れた形での解析にもう一回きっちりトライしていきたいと思いますので、また次回お話しできればと思います。はい、ありがとうございます。よろしくございますか。
まあ、引き続きということですので、部会長よろしくお願いしたいと思います。続いて第7回の学術研究目的のためのデータ提供に関する検討部会、開催報告を津金部会長からお願いします。はい、資料5になります。で、去る1月16日に第7回の学術研究目的のためのデータ提供に関する検討部会を開催いたしましたので、その結果を報告させていただきます。出席は9名で、1名欠席ということです。で、説明事項と検討事項に分けて進めました。で、まず説明事項については、事務局より、県民健康調査データの第三者提供における倫理指針上の IC 手続き困難な場合への該当性および、検討部会での論点案について、当日出された意見について説明がありました。そこで の部会員意見などについては、まずオプトアウトを、やっているわけなんですけれども、まあ、これは県民の利益というふうになっていたんですが、まあ、それよりはやはりデータ提供者の権利に配慮するためではないかと。オプトアウトの実施によりあまりにもデータ提供件数拒否件数が多い場合は得られるデータによる、解析の科学性が失われてしまうと、結果としては県民が不利益を被るのではないかなどの追加意見がありました。それから検討事項ですが、事務局より、これまで検討してきた、検討部会での論点の取りまとめが示され、県民健康調査データの学術研究目的のための第三者提供に関するガイドラインの整備に向けた、方針とする報告書の案の内容について、検討いたしました。部会員などの意見についてですが、データについてにおいてはデータ提供の対象とする研究について、強く公益性を意識するという意味でも、まあ、学術研究がもともと公益のあるものだろうからということで、でもあえて公益性のあるというふうに、入れるべきであるという意見が出ました。それから、審査基準について各データ提供時においては研究計画の適格性についてあまりにも不適切な分析方法を予定している場合はデータ提供時に拒否しておいた方が良いため、明らかに不適切な分析方法になってないかという項目は残しておくべきである。それから一つの特定の目的を達成するような研究計画になっているかを確認するためにも原則、その研究計画で一つの論文となっているかを確認する項目は必要である。それから、研究の実行可能性について若手研究者の研究も阻害されないように運用してほしいなどの意見がありました。それから、審査基準ですね、裏面になりますが、審査基準について各論文投稿時においては、審査項目として研究計画と公表内容との整合性が取れているかを確認する必要がある。それから、不適切行為についてにおいては、提供したデータの返却は非現実的であるため廃棄することの制約などもう少し広く報告書へ落とし込めるよう再検討いただきたいなどの意見がありました。それから、括弧3のその他ですが、事務局より第三者提供に向けたスケジュール括弧予定が、改めて、提示され、報告書の確定版への、提出予定時期及びデータ提供申請受付施行期間開始までの流れについて、確認しました。部会員などの意見としては、スケジュールについては当該のデータ提供について県民への周知期間もスケジュールに盛り込むべきであるなどの意見がありました。それから費用負担について、その他意見としてデータ提供を受ける際の申請者への費用負担について手数料を求めるなど別途考える必要があるなどの意見がありました。で、5番の今後、の予定についてですが、次回以降の部会において今回の部会で出された意見などを踏まえて報告書の確定版を作成し、検討委員会へ提出するという予定にいたしました。以上です。はい、ありがとうございました。何かご質問、ご意見、追加発言ございますか。ということで次回で大体取りまとめという印象でよろしいですかね。の方向に、はい、目指したいと思います。はい、さまざまな議論が行われて、まあ、大体形になってきたというご報告でありました。何かありませんか。はい、それでは次に参ります。次はですね、議事その他ということでありまして、
事務局から説明をしてください。はい、県民健康調査課の菅野です。資料6をご覧ください。丸6の1でございます。県民健康調査甲状腺サポート事業の実施状況についてご説明いたします。本事業の実施状況につきましては、昨年6月、第31回の検討委員会で報告させていただいておりますが、今回はその後、平成30年12月までの実施状況を加えて報告いたします。1番目、事業の概要でございますが、この事業の目的は、県民健康調査、甲状腺検査後に生じた経済的負担に対しての支援を行うとともに、保険診療にかかる診療情報を県民健康調査の基礎資料として活用し、将来にわたる県民の健康の維持増進を図ることを目的としてございます。括弧3、支援対象者ですが、甲状腺検査の対象者であって、甲状腺検査を受けており、甲状腺しこり等結節性病変があって医療機関で当該病変の保険診療を受けている方となります。なお他の公的制度、子ども医療費助成制度、生活保護、帰還困難区域等にかかる一部負担金免除等で医療費がかからない方は対象とならないことから、甲状腺検査の対象者で甲状腺検査を受けており、甲状腺しこり等により保険診療を受けた方全員がこの事業の対象となるものではない点にご留意をいただきたいと思います。括弧4、支援対象経費ですが、甲状腺しこり等にかかる保険診療の医療費や文書作成料を対象としてございます。続きまして2番、事業の実施状況についてご説明いたします。括弧1、支援金の交付状況につきましては、交付件数が延べで375件、交付人数は実人数で257人となっております。性別は男性90人、女性167人となっております。1枚おめくりいただきまして、裏面でございます。交付時年齢は18歳から26歳、震災当時の年齢は11歳から18歳となっております。支援金交付者の震災当時の住所につきましては、浜通り47人、中通り165人、会津25人、避難区域等20人となっております。次に、括弧2、手術事例状況についてですが、手術を含む交付件数は95件、実人数は93人です。交付者の性別は男性38人、女性55人となっております。術時年齢は18歳から24歳、震災当時の年齢は12歳から18歳となっております。病理診断の結果につきましては、甲状腺がん87件、甲状腺がん以外が6件となっております。なお、甲状腺がんの内訳は、乳頭がん85件、低分化がん1件、露胞がん1件です。サポート事業の報告は以上です。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。この点で何かご質問あればお伺いしますが。はい、どうぞ。梅田です。説明ありがとうございました。この回でこれまでも何回か事務局にお願いをさせていただいてたんですけれども、今回若干分析の項目を加えていただいているところもあるようなんですが、まだサポート事業のですね、情報の中で、つまりこれは診療情報を分析して評価ができるということで行っているので、まだ評価できる項目で今回集計に挙げていただいていないものもあるんじゃないかと思っています。でもちろんサポート事業は網羅的に症例を把握できるようなものではないというのはもちろんその通りなんですが、特に18歳を超える方々についてここで診療情報を補足できると。で医大の方で手術症例について報告されているのは、医大で手術したものしかなくなってきたというふうに、これどの時点からなのかわからないんですけれども、そういう意味でですね、先ほど高野先生の方からも信頼度というような言葉もありましたが、今評価部会でご検討いただいている県民健康調査のデータの分析、これに対して補完するような形でぜひ評価部会で評価いただいている中にこちらの方のですね、データも
活用いただけるようなそういう分析を事務局にお願いできればと思っております。はい、他にご意見ありますか。まあ、前回も類似の発言をされ、前回かな、前々回かな、されておりまして、まあ、出せるものについて整理して今回提出ということですが、何か ご質問、ご意見、他にございますか。どういうふうに活用するのかということを、まあ、どの程度想定していたのかというのも、まあ、もちろんあるんでしょうけれども、まあ、集めたデータをただ積んどいても仕方がないので、それなりに分析というのは必要だとは思いますけれども、これだけで何かが言えるかというのもなかなか難しいところなので、あくまで保管するという意味でのデータですので、これだけが一人歩きするというのを、まあ、ちょっと考えものかなと私は個人的に思います。ですからちょっと、部会の中でもですね、このデータをどういうふうに扱うのがより適切なのかというようなことについては議論をいただく必要があるのかもしれません。はい、清水委員どうぞ。ちょっと質問ですけど、全部手術症例ですか。手術症例。はい、はい、事務局からどうぞ。はい、県民健康調査課の菅野です。最後にご報告しました手術事例につきましては手術事例でございます。それ以外にもあるんですか。サポート事業の対象としておりますのは、目的の欄にあります通り、ですね、甲状腺しこり等があって医療機関で、保険診療を受けているものにかかる申請があった方々について、交付の方しておりますので、それ以外の方々もございます。はい、他どうですか。はい、春日委員どうぞ。梅田委員がおっしゃったことをより実効性のある解析に結びつけていただくためには、このサポート事業で、例えばその手術例、そして病理診断結果が得られた方が、そのうちの、中でですね、医大が把握されている方がどのくらいいらっしゃるかというか、そこの紐付けができないといけないと思うんですね。それがあって初めて補完的に活用できるということになると思います。でそこのところに制度上 のバリアがあるかもしれないんですけれども、そこをどう乗り越えるかについても、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。はい、このデータの活用についてはですね、ご本人 の了解をいただいた上でご申請いただくという形になってはいると思いますので、分析そのものにですね、大きな支障はないんだと思いますが、この数値だけがおっしゃるように全く単独で出てくるとですね、なんか妙な話に聞こえては問題をより複雑にするので、扱いについては評価部会の方で、まあ、こういうあれはそのこのデータの限界と今持っているさまざまなデータの、まあ、整合とかあるいは突合の問題などについても議論をしていただきたいなと、その上でこれをどう活用するかという議論になるのだと思います。他に何かございますか。よろしくございますか。それでは最後に、まあ、全体を通してでも結構ですし、今後の話でもいいですし、何か気になることがあれば、言い残したことがあればお発言を。はい、どうぞ。高野委員。大阪大学の高野ですけれども、前回もこの場でもあったんですけど、IR の報告書について、本当に福島のことを考慮して、作られたものかというご意見が何回も出てたんで、福島県立大の渋谷先生が出られたはずなので、その辺の状況をちょっとお話しいただければありがたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。お発言できますか。福島医大の志村です。私はこちらの情報をお伝えするというスペシャリストといって立場で議論に、一部参加させていただきました。この会議の前提が将来起こるかもしれない原子力発電所事故に対して、
過去の論文で発表されている過去の蓄積された知見から解析をするという大前提がございます。でそれ過去というのは先ほどお話がありましたようにその、最新の、まあ、例えばアメリカンスタイロイドアソシエーションの最新の、ガイドラインが出る前の時代の知見がたくさんありますのでそういった過去のガイドラインの時代の知見を含めた知見の、積み重ねによるリコメンデーション勧告というかリコメンデーションという形になっておりましてそういうバックグラウンド背景がございます。でレポート2の方は、これをもう少しこう前向きに議論したものになっておりますので、選定がしっかりありますのでそれに範囲が限定されたものがレポート1ということになっております。そういう状況でああいうコメンテーションが出たというふうに私は理解しています。はい、追加コメントありますか。はい、津金委員どうぞ。福島県から出た論文は一切引用されてないということですか。どうぞ。志村です。福島県から の論文もその議論の時点でパブリッシュされたものは引用されてましてそれをレポート1にも引用文献として、入れてあります。先ほど紹介した不安の軽減という論文も当然、そこに引用されております。はい、よろしくございますか。春日委員どうぞ。はい、春日です。これまでに何度も、県民の意見を聞いてください。例えば可能な形でですね県に寄せられた意見を定期的に集約してまとめて見せていただくなどの形をまたお願いしますということを申し上げましたけれども引き続き新しい部長課長 のご就任に伴いましてもそれを検討していただきますようお願いいたします。で特にこの甲状腺検査の説明文書について評価部会の方でご議論いただいているところですけれどももしもその県民の皆様から直接ですねこういうところをもっと説明してほしいとかですねこういう表現はどうかというそういうご提案ももしかすると寄せられるのではないかというふうに期待します。ぜひ県民の皆様にはそういうことを積極的にご発言いただきたいと思うんですけれどもそれも含めて県に寄せられた声をですね評価部会やこちらの検討委員会にまとめていただけると私たちの議論の参考にもなると思いますのでよろしくお願いいたします。はい、他にございますか。はい、それでは今日の議論はここで一応締めさせていただきます。議事はこれにて終了です。事務局から何かあればどうぞ。はい、次回の検討委員会の日程につきましては正式に決まりましたらお知らせしたいと考えております。それでは以上をもちまして第34回県民健康調査検討委員会を閉会いたします。ありがとうございました。